東京都立大学爆破予告に関するお知らせ。爆破予告に対応するとかって初めてだな。出発する時の前、じゃあリュウジ外行くよ保育園。初めて昨日から作ったガンダムです。バーモデル初めて作れた。集中した。かっこいい。今まではさ、おもちゃを触って遊ぶだけだったけど、アースグランナーよりも難しかった。初めてで楽しかった。ほんと上手にパチンってはめれたね。飛行機モードもなる方もかっこいいな。コアファイター？コアファイターも。ジーアーマー買わないとな。ジーアーマー？そう、ジーアーマーのプラモデル。そう、ジーアーマーのプラモデルにはガンダムの真ん中にコアファイターがついてる。ジーアーマー用に。コアファイターがついてるやつがいいな。全部ついてる方もいいね。最初からついてる方が。自分で作ったプラモデルちゃんとしっかり動くねこれね。自由に動くね。自由な感じに動く方がいいね。やっぱ自由な動きができる方がいいよね。保育園行きます。保育園、ガンダム保育園行ったの。保育園行きます。保育園行くぞ。保育園まで渡ってない。行こう。じゃあ寝かせていいよ。赤ちゃんの時行ったよね。赤ちゃんの時行ったね。うん、覚えてるの？赤ちゃんの時行ったの。4歳の時に行ったことも覚えてる。覚えてるか。あったね。はい、はい、シンです。何で分かってんの？今回は保育園に行きます。今日もいい日だね。今日はよし、今日も今日は保育園間に合ってるぞ。よし行くぞ。はい、ベルト。よし行くぞ。今日は間に合ってよかった。ピヨンだけ、行くぞ。ほら間に合ってるぞ、行くぞ。なんだよお前は。行くよ。今日も暖かくていい日だね。パパ頑張ってよ。リュウリュウも頑張ってよ。チューすんなお前。リュウリュウ頑張れよ。やめろよ。頑張れよ。よし、はい、違う。そう、頑張れ。どうしたんだよ。やめろよ、手にチューすんなよ。はい、はい、グーグーだろ。そう、もう一回、ちゃんと。よし、頑張れ頑張れ。両手いいや。両手も全然お前こんなない。お前の両手なんてまだまだパパには勝てないやつだね。はい、行こう。行くよ。行くよ。ね。行くよ。行くよ。Gripping the split for the chip on my shoulder, trying to decode this. They label me thug. I keep it short with the conversation. Out of my lane, the crew got a brain in the cockpit with no hands on it. I've been the man with the plan, homie. Flip that to the man with the bands on me and a passport with the stamps on it.東京都立大学爆破予告に関するお知らせ。
東京都立大学に対して令和4年2020年1月14日金曜日午後5時14分に爆破するとの予告メールが八王子市ホームページを通じて届きました。現在関係所轄が連携し警備の強化などを進めておりますが、近隣の施設におかれましては園児の安全管理に万全を期していただきますようお願いいたします。この事態を踏まえ1月14日の園児のお迎え時間を各ご家庭ご検討いただき対応を願いますと。爆破予告に対応するとかって初めてだな。が万が一起こった時、それを見てしまった時の影響、そういうのもね気になるよね。これから組み上げていくものあれば、組み上げたものを壊しながら生きていくやつもいると。別の目的でそういう陽動をしている可能性があるからね。まあ実際のところ分かんないけどね。なぜそんなことをするのか理解もできないけどね。なんかね、八王子市内ってね、爆破予告みたいのが何年かに1回ちょこちょこあるみたいです。まあ同じ犯人だとは思わないんだけれども、中には捕まってねもう懲りた人もいるだろうから。ですが、それを鵜呑みにしてるわけじゃないんですが、早めに迎えに行こうと思います。もちろんね、息子にはねそんなことがあったんだよとはね一言も言っておりません。何もなければさ、知らなくてもいいことだし、そういうことをしようとする人間がいるという事実をまだね5歳とかでね、まあ、消化できないと思うんですね。世の中を広く見て整理できるほどね世の中のことを知らないんでね、大事なのはそれよりも先に人間として健やかに育つという基盤がある中で、いろいろな善悪や仕方ないこと、世の中の不条理だったりとか、そういうものを消化できるようになってもらいたいなと。とにかく優しい子で、子供レベルですけどね、クリエイティブな子に育つつつあるんで、そこは心配してないんですが、ここはね東京都立大学です。こっち側が今日は早お迎えだぜ。どうする、コンビニ行っておやつ食べる？今日は大丈夫。どうして？今はあんまお腹空いてない。あ、今おやつ食べたばっかりか。うん、今日はね、いつもよりもね1時間と40分ぐらい早いよ、お迎え。いえ、じゃあ帰ってガンダムでも触る？うん、ガンダムかっこいいすぎって言うんだ。何それ？あ、これまっすぐ、うん、雲が、大きい雲あった？魚の骨みたい。魚の骨みたいな雲あった？うん、もう行っちゃった。そうだな、流れてくるな、雲が。いや、今日は綺麗だね。綺麗だね。今日はね。でも眩しいよね。今日は太陽はね。眩しくて綺麗だね。太陽、うん、西日って言うんだよ、夕日を。日陰の方が見えるね。そうだね。でも。今度さ、東京タワー行こうね。東京タワー行く？行きたい、また今度。本当？来年。来年？今年始まったばっかりなのに来年行く？どうして東京タワー行きたいの？行きたい。本当行きたすぎ。東京タワーどういう形だ？こうやって、こんな大きくてこんなって。何色？東京タワー。赤と白。じゃあ東京タワー行こうか。うん。今度行こうね、東京タワー。
あとでっかいね、東京タワー。そうだよ、333m。 東京タワー、ホワイトベースも超でかい。ホワイトベースもでかいよ。じゃあ東京タワーにさ登ってさ、東京にどれだけの人がいっぱい住んでるか、いろんな人がいるっていうのをさ、高い東京タワーの上から見てみよう。はい、よっしゃ。見れる？見れるよ。大好き。4月14日午後5時14分に東京都立大学を爆破するのと書かれたメールが届いたことが分かりました。ほとんどの授業をオンラインに切り替え、午後3時以降は入校禁止の措置を取ったということです。警視庁はキャンパスの捜索を行いましたが、不審なものは見つからなかったということで、威力業務妨害の疑いでメールの送り主を調べています。爆破予告があった東京都立大学は朝から警戒が続きました。爆破予告時間を過ぎました。キャンパス内は落ち着いた様子です。